も気持ちが分からなくはないわけ、うん、で働いてる一人一人としてはもうちゃんと分かってるし、うん、ということも起こってるんだろうなとは思うんだよね、うん、フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら、詳しくは概要欄から。今回も林さんの秘書トリオの伊藤さんと、ちょっと前回ねちょっとひどい、はい、某個別学習塾の本部でかなりひどい営業をしているところがあるよというのを、うん、事例を紹介しましたけど、はい、営業マンはどういう気持ちでねその仕事をしているのかって気になるよね、はい、うん、はい、気になります、うん、僕もそこを見たわけじゃないけど、はい、おそらくはっていうのはなんとなく想像はつくんだよね、うん、おそらくそういうふうになってんじゃなかろうかと、はい、うん、まずは会社としてむちゃくちゃ高い加盟を獲得するっていう目標を持ってると思うのね、はい、うん、で目標を達成するための手段についてはかなりもうクレームがあってもいいって言われてると思う。あ、なるほど。とにかくその増やす、はい、今はそういう時期だと、うん、か、うん、とにかくさすがに5件取ってきて1件成功すればいいんだとかそこまでは言ってないと思うけど、うん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 、とにかく会社の目標がこうなんでそれを達成するのがお前の仕事だと言われてると思うね、うん、なるほど、うん、いくらなんでも嘘言っていいから取ってこいとは言ってないけれども、まあ直接は言わないですよね、まあ、ないけれども結局本人としては普通に考えたらそんな形で入れちゃったら後からクレームになって大変なことになるんじゃないかと、うんうんうん、はい、そうですよね、それは思うじゃない、はい、でもそこを洗脳しちゃうのは営業部隊の、まあ、まずいところなんだよね、うんうん、でそういうこともできてしまう、はい、僕もその東進衛生予備校の時に一番最初営業をやらされた時に、はい、もうその当時の取締役だったのかな、からとにかくお前の仕事は取ってくることだと、うんうん、で、うんうん、とにかく取ってくればいいんだと、はい、後のことは考えるなって言われた、はい、今と似たようなことを言われてるわけ。そうですよね。でもそれはなんでそうだったかっていうと、うん、当時その営業部隊自体が非常にやっぱりちゃんとした人たちが多かったんだよね。だからその答申はね、うんうん、だから取ってこなくなっちゃってたのよ。要するに今はこの取る時期じゃないと、はいはい、取った加盟校を伸ばす時期だって、はい、営業部隊が言ってたわけ。をちゃんと判断してたっていうことですね。そう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 。だけど会社としては困っちゃうじゃん。はい、ああ、はいはいはい。だからお前は取ってくる係だと。へえ。でその先輩たちは飯食とか食いに行くと、うん、まあ僕に、うん、いや今入れちゃあかんでと。うん。変なとこ入れたらもうただクレームになるだけだよと。うん、ほらあそこもクレーム電話かかってるじゃんかみたいな。はい。っていう話になって。なるほど。僕も気持ちが分からなくはないわけ、うん、で働いてる一人一人としてはもうちゃんと分かってるし、うん、ということも起こってるんだろうなとは思うんだよね、うん、あとはこれは自分自身の話じゃないけど、とある本部なんかこれも結構よくあるんだけど、典型的な本部、はい、典型的な例としては、うん、まあ今例えば加盟校が100あるとするじゃん、はい、うまくいってないじゃん、うん、うまくいってないとするね、100のうち8割がうまくいってないと、はい、80点が赤字と、はい、で営業の担当者にどういうことが言われるかというと、とにかく今月何件10件取ってこないと厳しいと、潰れるかもしれないぐらいな、はい、そうしたらもう今ある100も全部そこにも迷惑がかかるんだから、あ、なるほど、とにかく今ここは入れるのが最優先だと、あ、この15件今期取ってくればそこでキャッシュは回るから、はい、そうしたらこのいろんなことができるから、あ、今月下手して7件なんてことになったら潰れるよと。なるほど。そしたらそれはもうさ、背に腹は変えられないみたいな。あ、なるほど。じゃあすでに加盟していただいてる方にものためにもみたいなニュアンスも、そういうことで言ったりするわけ。含めてくるんですね。こういうのはもう見たことは自分では経験ないけどね、でこのケースはフランチャイズ本部とはフランチャイズ本部では結構多い。あ、そうですか、うん、でもうちょっと、体系化して話すと、はい、もうダメになる本部の典型的なパターンなんだよね。まあ、そうですよね、うん、よく、うん、もともと騙して入れようなんて考えてる本当にブラックな本部っていうのは、はい、詐欺みたいな本部っていうのは全体の 5% もないと思う、はい、だけど4割から5割ぐらいの本部が途中からおかしくなっちゃう、うん、途中からこういうちょっと違反な加盟営業みたいにするようになっちゃうとこってのが出てくるわけ、うん、はい、それはなぜかっていうと、うん、会社の目標が達成しないからなんだよね、うん、フランチャイズ本部を始めるときにはみんないろいろ相談して、例えば、
フランチャイズオーガナイザーの佐々木さんと3年で100とか結ぶように、ああいう計画を立てるわけだよ、うん、3年で100から逆算してっていっていろんなこの投資もしていくわけだよ、はい、3年で100になった時にこういうものがいるか、先行投資ってのがいるわけだ、うん、でそこにお金をかけていって、でもロイヤリティがうまくいかないから入ってこないと、うん、となると計算が狂っていくわけよ、はい、でロイヤリティが入ってこないっていうことは業績も悪いからほっといたら加盟も取れなくなるわけだ、うんうん、そうだよね、そうですね、うん、今の実績を言ったら加盟取れないじゃん、はい、だから結局その取るためにオーバートークになるっていう、うん、というふうになってオーバートークをする本部が生まれていくわけ、うん、いや良くない循環ですね、良くない循環、これで典型的な悪い循環なんだよ、はい、最初の計画、フランチャイズ本部としての計画が来る、はい、資金がショートする、うん、だから一時金で入ってくる加盟金を取って埋めざるを得ない、うん、だから今月何百万何千万っていうのを、うん、取らなきゃいけないっていう風になってダメだと、うん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 、だから、フランチャイズ本部の学校でもよく言うように最初に金をかけるなっていうのはそういうことなのね、毎月3件ずつ入ってくるとか5件ずつ入ってくるっていう計画で、ロイヤリティがこうやって積み上がっていくなんて、それを計画が実現するという前提でいろんな投資をして社員や取っちゃったりするわけだよ、うんうん、そうすると狂った時にもう結局この営業強力にもう営業で加盟を開発するしかなくなっちゃうっていうのが典型的にはダメパターンさ、まあ、本来ロイヤリティでなんか補填していくべき資金をもう加盟金で当てちゃうっていうのはもう終わりの始まりというか、まあそれはそうだね、だからそこはあって、だけど、はい、社長にしてみるとね、はい、まあ、今までいろいろ苦労してやってきて、はい、このようやくフランチャイズということで、で最初の 2,3 件がパパッと決まるわけよ、はいはい、そうすると500万とか入ってきて、うん、今まで頑張ってきた、ね、その保証だということで、ね、緩くなるわけ、はい、で加盟金ってやっぱり300万とか500万とかも入ってくると、うん、桁違う数字が会社の通帳 に並ぶんで、うん、金もでかくなるし、うんうん、飲みに使うとかはダメだなみたいなのはまだ分かるけど、はい、投資にあったら全然いいと思っちゃうわけだよ、あ、うんうん、人を増やすとか、うん、はい、将来だって、ね、大きな本部になっていくための先行投資だもん、はいはい、それでこうダメになっちまうというケースは結構見てきたし、なるほど、うん、そこを狙ってる業者とかもあるからね、システム業者とかさ、うん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 、人材紹介の会社とか、はい、声がいっぱいかかってくるわけですね、そうもうフランチャイズでこうやって伸びてますなんて、はい、そんなことをどっかで言ったらね、もうそういう人たちが寄ってくださいって言ってるようなもんだから、うんうん、本部の学校でいつもそういうのに注意してくださいって言ってるでしょ、はい、あれよ、もう口を酸っぱくして言っとかないと引っかかるから、うん、今回は前回のちょっとこれはひどいなっていう、とある個別学習塾のメールから、まあ、営業についての話をしてみました。はい。